はい、国産食堂のとしです。今日はですね、市販のルーを使ってクリームシチューを美味しく作るコツを紹介しようと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はこんな感じになります。まず鶏肉の皮を剥いでおきます。鶏肉の皮は別についたままでもいいんですけども、ちょっと僕はちょっとクリームシチューにちょっと皮ついてるのが、あんまり好きじゃないんで、ちょっと剥がしてしまいます。でも旨味がいっぱい残ってますので、一緒に煮込んで旨味だけはいただきます。このあたりは好みでどうぞ。次に一口大より少し大きめに鶏肉をカットしておきます。そして鶏肉に下味をつけておきます。煮込み料理はですね、この肉にあらかじめ塩を振ってこう下味をつけておくっていうのがすごく大事なんですね。市販のルーを使わずにちゃんとしたシチューを作る場合やったら、もっとしっかりめにこう塩を振ってこう下味をつけていくんですけども、今回はちょっとルーの方にもう塩分入っておりますので、もうそのギリギリぐらいの塩分でこう下味をつけていきます。この下味をつけておくかどうかでですね、仕上がりの味がもうだいぶ変わってくるんですね。お家のクリームシチューでもう一つ味が決まらないなっていう時はですね、お肉の中にちょっと味がしないっていうパターンが多いんですね。旨味っていうのはですね、塩分とこう結びつくことによって、美味しいっていう風になってくれるんですね。なので、鶏肉自体、旨味をすごい持ってるんですけども、それだけやと、この人間の舌って美味しいってこう感じることができないんですね。で、その旨味に塩分をつけることによって、美味しいっていう風に感じることができるんです。で、煮込む時にですね、なかなか塩分って入っていかないんですね。なので、あらかじめ塩をして、この肉の中まで味を染み込ませておいて、それから煮込んでいくと。そうすると、肉の中までちゃんと味がついて、美味しいっていう風になってくれるんですね。それがコツですね。で、初めに剥がしておいた皮なんですけども、これも旨味がすごく詰まっておりますので、捨てずに取っておきます。そして後で煮込むときに一緒に皮もお鍋に入れてやって、こう旨味をこう抽出するというような感じで使いますので、捨てずに取っておきます。次にお野菜の準備をしていきます。玉ねぎは繊維の方向に、5ミリから7ミリぐらいですかね、そのぐらいの縦切りにしておきます。そして人参は乱切りにしておきます。セロリはこのぐらいだけ使います。筋を取っておいて、5ミリぐらいの斜め切りにしておきます。あとはマッシュルームですね。マッシュルームは四つ切りにしていくんですけども、この軸の部分がちょっと長くてすごく切りにくいっていう場合は、こんな感じでこう軸だけ先に落としてやってから4分の1に切ってやると簡単に切れます。で、このマッシュルームはですね、ぜひとも入れてほしいなというふうに思います。というのもですね、このマッシュルームを入れることによって、こう旨味がすごくグッとこう上がるんですね。スーパーの食材とかを使うので、やっぱり若干ちょっとこう野菜の力とかも弱いんですけども、このマッシュルームを入れてちょっと補ってやることによって、こう旨味がすごく増すんですね。ですので、こう具材として入れるというよりも、この旨味アップのためにぜひ入れてほしいなというふうに思います。では野菜を炒めていきましょう。はじめは強火でいきます。火にかけたらすぐにバターを入れてしまって、少し溶けたところにお野菜を入れていきます。こんな感じのこうジーっていうこう音をこうキープするようなイメージでじっくり炒めていきます。カレーの動画別であるんですけども、それと同じでですね、
煮込み料理っていうのはこの最初の、このお野菜をこうじっくりこう旨味を出すように炒めるというのがすごく重要になりまして、カレーと同じようにこのシチューの場合もここで6割方は味が決まると思ってもいいと思います。だんだんこう水分が出てきて、こうジュクジュクジュクっていう音がして、こう細かい泡が出てるのが見えますかね。これがうまみの元ですね。材料を入れてから4、5分経ちましたので、少しジーっていう音が大きくなってきたので、火を中火ぐらいに落としていきます。この泡ですね、これがすごく美味しい部分ですね。で、さらにこう汁が出てきたんですね。これ見えますかね、この部分。これがうまみの元ですね。これはマッシュルームを入れることによってこういう汁が出てきます。で、今で材料投入から6、7分なんですけども、そのぐらいになってきたら弱火に落としていきます。で、この状態で、こう時々かき混ぜながら弱火でじっくり、トータルそうですね、20分から30分ぐらいですかね、こうじっくり炒めて甘みを引き出してやります。ここの工程の部分がですね、うまみのこの土台部分になりますので、ここを上手にこううまみを引き出すように炒めてやることができれば、6、7割はもう成功したも同然ですね。最後こんな感じですね。こんな感じになってきて、こう食べてみて、こう旨味甘みが感じられれば OK です。で、並行してじゃがいもも茹でていきます。じゃがいもはシチューの鍋の中に一緒に入れてやってもいいんですけども、より美味しくするためにですね、今回ちょっと別茹でで湯がいていきます。じゃがいもを皮ごとお鍋に入れまして、お水を入れまして、お水は、じゃがいもがこう頭こう1センチぐらいですかね、かぶるぐらいに入れます。そしてニンニクを一片ですね、皮付きのまま入れます。ニンニクを入れると、すごくいい感じの風味がつくんですね。決してこうニンニク臭くはならなくって、こうほんのりといい感じの香りがつきます。フランス人がよくやる方法ですね。すごく美味しいのでおすすめです。で、そこにお塩を入れます。だいたい入れた水の量の0.8%ぐらいが目安ですね。今回お水を 700cc 入れましたんで、小さじ4分の3のお塩を入れました。で、お鍋を火にかけまして、沸くまでは強火、沸いたら弱火にします。この状態で30分ぐらいですかね、静かに煮ます。こんな感じで細かい泡がポツポツと出てくるのがちょうどいい火加減です。で、お野菜の方が仕上がってきましたので、次にお肉を焼いていきます。で、市販のルールの裏に書いてある作り方はですね、お野菜と肉をこう一緒に炒めるっていうふうによく書いてあるんですけども、このお肉をこう炒める目的はですね、表面のこのタンパクをこう固めてですね、肉のうまみをこう内側にこう閉じ込めるというような役割になってますので、野菜と一緒に炒めてしまうとですね、こうお肉をこう蒸したような状態になってしまって、こう表面のタンパクを固めるこう壁がこうあまり上手にできないんですね。こうなんかふわっとこう蒸したような感じになってしまって、ですので、こう別のフライパンでこう軽く焼き色をつけて表面を固めるというふうにするのがコツですね。お肉を入れて軽くほぐしたらですね、ここからはあまりこうしょっちゅうこうひっくり返したりとかせずに、こうそのまましばらくじーっと放置して軽く焼き色をつけます。ここでしょっちゅうひっくり返さずに焼くのがいい感じの焼き色をつけるコツですね。で、取り置いておいた鶏の皮もここで一緒に焼き色をつけていきます。火加減はずっと強火ですね。こんな感じで、こう、あまり触らずに放置しておきます。で、2分ぐらい経ちましたらですね、こんな感じに、こう、ええ感じの焼き色がついてますので、こう、ひっくり返していきます。で、さらに1分ぐらい炒めたらですね、裏側もある程度固まりましたので、先ほどのお野菜の入った鍋に移し替えていきます。この段階では、鶏肉は中身はもう生で全然大丈夫ですので、表面だけをこう焼き色をつけると、そのようなイメージでやっていきます。
で皮もここで一緒に入れてしまいます。もうすでになんか美味しそうですよね。そしてそこにお水を入れていきます。この動画ではですね、おすすめのルーを紹介してそれを使ってるんですけども、ルーの箱に書いてある水の分量とちょっと違いますのでご注意ください。火をつけて沸くまでは強火です。でも、ついでにアクを出す時のコツなんですけども、この最初沸くまではですね、あんまりこうぐちゃ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 触らないのがコツですね。火にかけて最初だけちょっとこうアクの通り道を作ってやったら、もうあとはこう沸くまでは触らずにこうじっと我慢すると、それがアクが循環しないコツですね。そろそろ周りの方が沸いてきましたので、火を弱めの中火ぐらいにしてアクの方を引いていきます。この時に注意するのがですね、バターの部分までちょっと引いてしまわないようにすることなんですね。このバターの分はですね、野菜を炒めた時のうまみとかもしっかり含んでおりますので、この時にこのアクと一緒にこのバターの部分もこう全部ガバッとすくってしまうとですね、うまみの部分も全部取ってしまうんですね。なのでこうちょっと口で説明難しいんですけども、このお玉のこの腹の部分でこう寄せてやってですね、そうするとこの泡の部分だけが寄ってきますんで、この泡の部分だけをこうヒュッとこうすくってやるというような感じにしてやるのがコツですね。で、アクがある程度引けましたら弱火に落として、で、ここから煮込み体制に入っていくんですけども、私のおすすめはですね、この段階からこうルーを入れてしまうんですね。ルーを最後にこう入れるのが一般的なやり方なんですけども、ルーを初めの段階の方から入れておくことによってですね、ルー全体の この癖みたいなものも抜けますし、全体がこう馴染んでこうすごく美味しくなるんですね。鍋底が焦げつかないようにだけはちょっと注意してやらなくちゃいけないんですけども、ある程度鍋底の厚みのある鍋を使ってやればですね、煮込み時間も2、30分ほどですし、ちょっと気をつけながらやってもらえればすごく美味しく仕上がるのでおすすめです。で、おすすめのルーがですね、ちょっと画面ちょっともう流れてしまったんですけども、これですね、 SB さんのフォンドボーディナークリームシチューってやつですね。これがすごくね、美味しいですね。別にSB さんからお金もらってるわけでも何でもないんですけども、このルーはすごく美味しく仕上がってますね。昔からありますし、これからも多分定番としてあると思うので、これはすごくおすすめです。ルーを入れましたらルーをまず溶かしてやります。で、ルーが溶けましたらこの状態で、2、30分ぐらいですかね、弱火でコトコトと煮ていきます。あんま長時間煮ると鶏肉ももうパサパサになって、うまみも何もなくなってしまいますし、最初のそうですね、7、8分ぐらいで、鶏肉にはもう完全に火が入って、でその後そこからうまみがある程度こう煮汁に行き渡って、その状態で完成というようなイメージです。煮ている間はですね、鍋につきっきりになる必要はないんですけども、5分に1遍ぐらいですかね、時々鍋底をこうヘラでこう擦るようにしてこう軽くかき混ぜてやれば OK です。で、じゃがいもの方を見ていきますとですね、だんだんこう水が蒸発していって、こうじゃがいもの頭が出てきてしまうんですね。なので、そうなってきましたらちょっとこうお水を足してやってですね、でこう常に、お水がかぶってる状態にして煮てやるというふうにして面倒を見てやります。で、煮込んでる間に、ブロッコリーも湯がいておきます。ブロッコリーもですね、シチューと一緒に煮込むっていう風でも全然大丈夫なんですけども、そうですね、別茹でした方がですね、メリットいろいろありまして、一つは色がすごく綺麗に仕上がる、塩水で湯がきますので、こう緑色がすごくはっきりと綺麗に仕上がるというのが一つ。あと、ブロッコリーって煮てる間にですね、辛いの部分がこうパラパラとこうほどけていってしまってですね、シチューがちょっとなんか汚くなるんですね。緑の点々がいっぱい出てきちゃって、でそれはあんまりちょっと綺麗じゃないものですから、そういう意味でもちょっと別でこう湯がいてやると。あと、ブロッコリーを煮るときにですね、結構このブロッコリー独特のこの癖というか匂いとかいうかですね、
まあ、そういったものもちょっとありますので、まあ、それをこう取り除く意味でも別で湯がいてやって、で後からこう軽く温める程度にこう入れてやるというふうにすると、シチュー自体がとても、ね、上品ないい味に仕上がりますので、まあ、ちょっと面倒なんですけども軽く一手間というので、まあ、このやり方を紹介します。鍋にお水を入れまして、お塩を結構しっかりめに入れます。冷たいお水も用意しておきます。沸いたところにブロッコリーを入れていきます。まあ、このぐらいの火加減で茹でていきます。で、まあ、2、3分ぐらいですかね、まあ、火が入ったかなと思ったら軽く水にとって食べてみて、で、まあ、火が入っていたら氷水にとっていきます。で、水にとったらですね、冷やす必要はなくって、もう加熱を止めるだけですので、もうすぐに、水から上げていきます。水を切った後ですね、まあ、このまま水切っておいたら大丈夫なんですけども、ブロッコリーはですね、この辛いの部分にですね、湯がいた時 の, この独特のこのアクというか、ちょっと匂いがちょっと入り込んでますので、この部分をしっかりと水を切っておいてやるのが美味しくするコツなんですね。で、おすすめなのがこれですね、このサラダスピナーって言うんですけども、まあ、この遠心分離器みたいなもんで、こんなカゴに入れてこうぐるぐる回してやると、こう水が切れるというようなものなんですけども、これを使って水をしっかり切ってやると、とてもね、美味しく仕上がります。まあ、ニトリとかでですね、まあ、500円ぐらいで売ってますので、一つあるとサラダの水切りとかにも使えるし、あ、これ見えますかね、こうやってこうすごい水がいっぱいね出てくるんですよ。で、これが全部シチューに入っちゃいますもんですから、こうやってこう水を切ってやるとすごくね美味しく仕上がります。まあ、どうしてもちょっと買う必要とかは別に特にないんですけども、もしまあこういうのがあると、まあ便利だよということですね。で、まあ、これ、ない場合は、まあ、ないところのない家の方が多分多いと思うんですけども、まあ、例えばこうキッチンペーパーでこうキュッキュッキュッとこう軽く水気を切ってやるとかですね、まあ、そんな風にしてこう、まあ、いずれにしてもブロッコリーのこの辛いについた水をこう割としっかりめに切ってやると美味しく仕上がります。で、じゃがいもの方もこう爪楊枝を刺してやってこうスッと入りますので、もう火は通ってますのでザルに開けてやります。熱いうちに皮を剥いてやって一口大に切っておきます。そうこうしている間にこうシチューの方が20分ほど煮込み終わりましたので、鶏の皮はもうここで取り除いて捨ててしまいます。そして最後牛乳を入れて仕上げていきます。で、ここでちょっと味を見てやって、まあ、味の調整を若干していきます。濃かったらまあ牛乳を入れてやって、薄かったら塩で調味をします。そしてここに先ほどのじゃがいもを入れまして、ブロッコリーも好みの量だけ入れます。全部入れる必要はないですね。そしてごく軽くかき混ぜてやって、しばらく温める程度に煮ます。ここでこうぐる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 回してしまうとですね、ブロッコリー の, 緑の点々がこうブワーッとこう行き渡ってしまうので、本当にごく軽く混ぜる程度で大丈夫です。で、温まりましたら盛り付けですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではお料理のちょっとしたコツやお料理初心者の方のここがわからないということに答えています。このチャンネルを楽しんでいただけたら評価とチャンネル登録で応援をお願いいたします。